はい、高須のパーク、センターハウス前の、積雪状況です。そこに人工芝があって、この辺に雪があって、この辺ね。で、これ自然雪ですね、多分ね。降って積もった雪ですね。で、まだ下まで滑って降りてこれないですね。多分ね、15センチぐらい積もっとるけど、まだ下まで滑って、来るように、はなってないですね。上で回してますね。ダイヤモンドクワッドリフトだけですね。で、今日が、12月18日土曜日の2時半ぐらいですね。で、人工、雪、で、下まで滑ってこれ降りてこれるようにしようとしてるんでしょうね、あれね、多分ね。だから明日一日中雪でしょ。で、明後日の月曜日も半日雪だから、まあ月曜日ぐらいまでは下まで滑って降りてこれるようになるかもしれないですね。もうみんな帰っていきますね。だから今日ダイヤモンドクワッドリフトしか動いてないし、ダイヤモンドコースしか動いてないか割には2500台ぐらい駐車場おったもんで、もうむちゃくちゃ混んどると思います。みんなどんどん帰っていきますね。はい、今から滑るのは俺ぐらいのもんか。みんな滑っていくな。で、ダイナーは、明日ね、ダイナーと、わしがたけとホワイトピア行こうかな、わからん、ちょっと迷ってるけど、高須も滑ってみようと思いますんで、こんな風にね、同日ゲストアップしてますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まあね、15センチぐらい積もったんかな、下は。上の方は30センチぐらい積もったんかな。はい、ということで、それよろしくお願いします。じゃあ他の動画も見てね。じゃあ、バイバイ。はい、今日はスキー滑ります。今日はスキーね。